すげえよ、よく頑張った。たった一人で。今度はいいやつに生まれ変われよ。1対1で勝負して。待ってかんな。俺ももっともっと腕上げて。またな。
本能の赴くまま破壊の限りを尽くした魔人ブーによって地球ごと消滅させられた人々はドラゴンボールの力で蘇った。そして蘇った人々の元気を集めて完成した究極の元気玉と悟空たちの奮闘の末、ついに魔人ブーは倒されたのである。これまでも数多くの強敵たちが地球の平和を脅かしてきたが、ここにようやく真の平和が訪れたのである。それから10年の歳月が流れた。そろそろだな。すごいにぎわいだべ。武道会というよりはほとんどお祭りね。いよいよだな。天下一武道会開幕。孫悟空は止まらない。あっち行ってみようよ。時間大丈夫だよな。うん、ずいぶん早く着いちゃいましたかな。あ、でもブルマさんたちと合流しなきゃいけない。じゃあついでにベジータたち探してくる。よし。はい。仲いいな。いろいろ見ながらベジータたち探すか。うん。いろんなとこからうまそうな匂いしてくんな。みんな楽しそうだな。参加するのかな。違う違う、ほとんどはオーラたちの試合を見に来る。へえ、戦った方が面白いのにね。やっぱ天下一武道会は賑やかでワクワクすんな。これだけ人が多いと目が回っちゃいそう。さてと、ベジータたちはどこにいんだ？ベジーちゃん、置いてかないでね。
前たち、もう到着。ねえねえ、ブラちゃんは？その辺をうろついてる。もうじき戻ってくるだろう。ところでカカロット、例のやつは来ているのか？まだ姿見てね。本当か？やはり大きな気は感じ、ま、後での楽しみってやつだ。もったいつけやがって。まあいい。それよりもお前、いや、まだしてねえけど、そろそろ行こうと思ってたと。父たちも受付のとこいるからよ。待て、そろそろブルマたちも戻ってくる。あら、ソン君。よっ、あんちゃん。あは、ブラちゃん、久しぶりね。試合に出るって聞いたけど、本当だ？うん、私いっぱい修行したんだよ。やりすぎちゃダメだからね。おへえ、こいつブラか。しばらく見ねえうちに。そりゃ5年も会わなければ大きくなるわよ。それで他のみんなは？父たちならこっちだ。ブルマさん、皆さんもようやく会えただな。結構な人数だね。これで全員？いや、亀仙人のじっちゃんとかも。おい、悟空。お、みんな元気そうだな。元気そうだなじゃないぜ、悟空。修行もいいけど、たまには連絡よこせ。全然音沙汰ないんだもんな。はは、わりわり。実は昨日もそのことでブルマに怒られちまったんだ。相変わらずだな、ソン。ん？なあ、ピッコロは必要しねえんか？今さらお前と戦っても仕方あるまい。今日はお前たちがどれくらい強くなったか見せてもらうつもりだ。お父さん、急ぎましょう。そろそろ出場の受付が締め切られる頃ですから。おっと、そんじゃ行ってくっか。いいこと、あんたたち。普通の参加者を怪我させんじゃないわよ。あと、試合中は空を飛ばないこと。変に目立ったら後が大変なんだから。わかってるよ、ベジータ。あんたが一番心配なのよ。ベジータのやつも相変わらずだな。行こうよ、じいちゃん。あ、じゃあ後でな。ああ、俺たち観客席にいるからな。うん。しかし、こんなにじいちゃんって言葉が似合わないじいさんも珍しいな。今回もいつもと同じ作戦でいきましょう。ブーさんが挑戦者のチャンピオンになって、スーパーチャンピオンの私に負けてしまうということで。うん、ん、やれやれ、また私のファンか。誰も通すなと言っておいたはずなのに。よっ。おお、これはこれは、悟空さん。こんにちは、じいちゃん。おー、私の可愛いパンちゃんまで。元気にしてたかい？おひげが痛いよ。おじいちゃんの応援にわざわざ来てくれたのかい？ううん、私も試合に出るんだよ。悟空じいちゃんも、ゴテンくんも、トランクスくんも、ベジートおじちゃんもだよ。当たり前だけんだ。いない、予選通った。お久しぶりです。なんと、心配すんなって。オラたちの誰かが勝ち残ったら、あんたに優勝させてやっから。本当？本当だね。でも、オラたちやブー以外の誰かが勝っちゃうかもしんねえな。えー、
またまたまた、そんなことあるわけないじゃないですか。ねえサタンさん、みんなも会場に来てるんだけど、もう席がないから何とかしてほしいって言ってたよ。おお、そうかそうかそれくらいお安い御用だ。ま、私に任せておけ。そんなに強い人がいる。あいつは嘘を言うような男ではない。何か不思議な。ピッコロさんは何か感じないんですか。さてな、何にしても孫の性格的に目的の相手とはそれこそ全力が出せる一回戦だな。なるほど、必要者にはブーさんもいる。ブーさんの魔法を使えば思い通りの。そういうこと。つまりお父さんと一回戦で当たる相手が。なんだそれは。さっきスタッフの人がくれたんです。予選通過者、父さんたち以外の、ノック、もう結構、この中の誰かが、ご来場の皆様に本戦出場を決めた。もう間もなく。パンちゃんは第一試合か。うん、頑張るぞ。なんで俺様の相手がこんなガキなんだ。俺は保育園にお遊戯しに来たわけじゃないんだぞ、腐ったれ。でパンちゃんはいいよ。僕なんて一回戦でブーさんとだよ。普段から修行サボってばっか言っから困ることになんだ。カカロット、お前が言っていたのは本当にあいつなのか。ああ。信じられん。まるで強い気を感じんぞ。間違っているんじゃないか。いや、間違ってねえさ。やっぱし母ちゃんが言ってた通りかもしれねえ。村ではとびっきり強くったって、世界ってとこは広い。そこにはきっと、うんと強い人、オイラより強い人がいっぱいいるぞって。どうしよう、おいら絶対勝つって言っちまった。賞金で食い物たくさん買って帰るってみんなに約束しちまった。うぶ、ほら一人で修行しながらあの子が大会に出場するのをずっと待ってたんだ。どういうことかさっぱりわからん。話せ、いい加減に。10年目、ほら、あのとんでもねえ悪のブーが死ぬとき願ったんだ。今度いいやつに生まれ変わって一対一でやろうなって。今度はいいやつに生まれ変わるよ。一対一で勝負して待ってかんな。ほらももっともっと腕上げて。どうやらエンマ大王のちゃん、それ聞いて気ぃ利かしてくれたらしいんだ。まさかあのガキがその生まれ変わりだと。うん、間違いねえ。オラにはなんとなくわかんだ。名前だってほらウーブっちゅんだろ。下から読んだらブーじゃねえか。ま、どれほどの実力を持ってっかは見てのお楽しみだ。おい、おっさん、こらおめえだよ、おめえ。何しかとぶっこいてんだよ、このクソ親父。俺様が対戦相手に挨拶してやろうってんだぜ。死ね。誰か伝えてくれ、一人棄権したと。はあ、パパに絡んだりするから。ねえお父さん、試合開始までは自由に行動していいんだよね。ああ、準備ができたら
あのアナウンサーの人に一声かければいい。オッケー、それじゃ適当に時間潰すか。トランクス君、あっち行ってみようよ。あ、さてと、ほらどうすかな。お準備。今回は。素晴らしい。まずはパン虫。いよいよ天下一武道会今大会の参加者は実に100、その中から選ばれた精鋭12名が賞金と。では早速第1試合はパン選手対モーケ。パン選手は驚くなかれ、しかしそれも納得。なんと対するモー選手は全体頑張れよ。いじめるなよモー。こいつサトンの孫だったのかよ。仕方ねえ。それでは恨むなよ、チビ。Yeah!
つまみ出せ。第1試合はパン選手の勝ちです。ど、うん、ああ孫悟空選手とウーブ選手は準備が届く。次はじいちゃんに。ああ、そろそろ第二試合が。よし、わかりました。つや、オラたちだな。え、あ、はい、頑張ろうぜ。は、はい、よろしくお願いします。それでは第二試合を始めます。第二試合の対戦は孫悟空選手対ウーブ選手です。孫悟空選手は過去数回この天下一武道会に出場し、なんと優勝経験までもある超実力派の武道家であります。私の個人的な予想では、今大会出場選手の中での実力はトップクラス。ミスターサタンの一番弟子ミスターブートの白熱した試合が期待されます。対しますウーブ選手は南の島からはるばるやってきた10歳の少年です。5人兄弟の長男で、幼い弟や妹の面倒をよく見る頑張り屋さん。今回はどうしても賞金が欲しくて思い切って出場したそうです。あら、かわいそうにね。せっかく遠くから来たのに、よりによって相手が孫くんだなんて。今回一番注目の戦いだな。さあ、準備はよろしいですね。それでは第2試合始めてください。そう緊張すんな、実力が出せねえぞ。は、はい。どうすっかな。しばらく戦ってれば緊張もほぐれっかもしんねえ。とりあえずやってみっか。Thank you.
嘘だろ。すごい木だ。よし。
もんか。約束したんだ。負けるもんか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 。この人。そうか、おめえまだ空の飛び方も知らねえんか。無理もねえよな、師匠なんていねえし。そんなことを考えたこともなかったろ。え、さっきは悪口言って悪かったな。許してくれ。おめえの実力が知りたかったんだ。ああでもしねえと本気出してくれそうになかったかな。やっぱおめえはほらの思った通りのやつだった。さすがだ、すんげえよ。だけど力の使い方がなっちゃいねえ。こんな風に戦ったことなんか初めてなんだろう。ううん、そうだな。よし、決めた。ほらがこれからおめんちに一緒に住んで戦い方を教えてやるよ。そうすりゃおめえはもっともっと強くなれる。え、でも無理だよ。オイラんち貧乏だから。だから賞金欲しくて無理してここに来たんだ。平気平気、金なら心配すんな。オラがミスターサタンからもらってやっからさ。あいつヒーローっちゅうことでやたら儲けてっからよ。でも遠慮することはねえ。それにこれからもしもっちゅうことがあったときに平和を守るのはおめえだからな。へえ、ちょっと待ってろ。あのさ、おらあいつを修行してやりにあいつっち行って一緒に暮らしてくる。ええ、何年かかるかわかんねえが、たまにゃ帰ってくるからさ、よろしく頼むな。あのお父さん、一体どうして。じゃ、お父さんじいちゃん。どうしたパン。本当、今の話本当。わじいちゃんに会えなくなるだ。そんなのやだ。おいおいおい、パン、ずっと会えなくなるわけじゃねえぞ。言っただろ、たまに帰ってくるって。本当？ああ、約束する。だから泣くな。うん、よし、いい子だ。すまねえな、ベジータ、わざわざこんなとこまで引っ張り出しちまったんよ。どうせこんなちんけな試合じゃ俺も貴様も、そしてあのウーブっていうガキも実力を出しきれん。ははちげねえや。いずれ決着をつけるぞ。貴様には必ず勝ってみせる。あ、
背中に乗れ。はい。おめんち南の方の島だったな。しっかり捕まってるよ。行っちまった。久しぶりに見たな、あんな嬉しそうな悟空は。カカロット、貴様の魂胆は分かっているぞ。あのブーの生まれ変わりのガキを修行してやるのはただ平和を守るためだけじゃない。ウブ、おめえが修行して完璧になったらオラともう一度二人でちゃんとした試合しような。あ、はい。本当言うとさ、オラそれが一番の目的なんだ。ワクワクしねえか、ウブ。すげえ強いやつと出会うなんてよ。はい。だよな。もっと強くなっちゃう。違う違う、おーって言うんだ。